おはようございます。速稼塾の久保です。今ね、起きがけで5時10分になったんですけども、この時間でもう相場って動いてるんですよね。今日はですね、 FX の基礎講座中級編の方のお申し込みを、今日金曜日ですからね、一旦締め切りになるかなと思います。厳密に言うと着金がちょっと遅れると確認が私月曜日とかになりますんで、月曜日から後追いでですね、参加を許可するということにもなるかもしれませんけども、もう講座自体はね、いよいよ明日明後日14日ですね、日曜日に始まることになりますので、もしかしたらもう土曜日の深夜に私更新してるかもしれないですね。で、お申し込みいただいた方にはこの後個別でご連絡申し上げますけども、まだお申し込みでない方は、もしくは申し込んだんですけども、その旨を私の方に伝えてない方ね、伝えてくださってない方は早急にご連絡いただきたいと思います。せっかくのね、最新版の更新が間に合わなくなってしまいます。エリオット波動とフォーメーション分析っていうのを重点でやっていくんですけども、繰り返し見ることも可能ですけども、やっぱりね、更新した直後の新鮮な状態で見た方が頭に入りやすいのかなと思います。どうしても人の先入観っていうのは最新版で見るのと、あ、これ1年前のなんだで見るので、だいぶ印象違いますからね。ですんで、なるべくね、新鮮なうちに見ていただきたいかなと思っております。それですね、今日のことなんですけども、FX の方でちょっと動きはそんなにね、大きな利益が取れるようには今日の時点ではないのかなと思います。来週明けてね、その代わり、概ねの動きを私が解説して予測しているところがありますので、ご覧いただきたいと思います。そしてこのね、 FX で得た知識とか、それから技術とか、一部勘なんですけども、暗号通貨投資にもね、十分いきますね。暗号通貨に関しましては、仕込んでいるものが軒並み含み益を私ね、もたらしてくれて、しかも買って放置しておくだけですからね。で、FX もそういえばですね、買って放置しておくだけという部分があるんですよ。要するにエントリーしてエグジットするまでずっと見て待っておくだけですからね。細かい作業を繰り返すってことはありません。そして今ね、私こんな寝巻き同然のジャージの格好ですけども、これでもね、毎日1万2万と稼げるわけですよ。これどうですか、このリラックスした格好で1万2万稼げると。家族がまだ寝静まってこの時間にですね、一人でトレードやって稼ぐわけなんですよ。投資ですからね、リスクはありますけども、私はなかなかバランスの取れた世界、その投資の第一歩を FX に、飛び込んでみるのがいいんじゃないかなと思いますよね。ではですね、本日締め切りになりますんで、皆さん、FX の基礎講座中級編、よろしかったらこの機会にお申し込みください。やっぱり一緒に学べるっていうのがいいですね。時間を共にしながら待ってます。では失礼します。